見せつけてるんやぞ見せつけてるっていうのは何を。さすがにスプレー使うのは通れるか。マジでこの辺通りたくないんだって本当に。以前フリーズした思い出があるから。中川鍋休憩。まあレポート、まあこの辺で書いておくか。まだここは止まんないと思うけどね。中古ソフトだとね、そういうギャンブルがあるからね。駆け抜けた。でもまだ油断しちゃいけない。ここまで来たらもう大丈夫かな。この草むらは、あ、でもあんまりもう西側に来たくない。お、レアコイル結構いいの出ますね。っていうか強い野生が。野生で41のレアコイルとか出るんだ。全然うちだと戦えますね。エクトンも上げ出したい。君付き合ってもらう。今度のピカチュウがいる。え、マジで。ちょっとそのハウスは覗いていきたいな。マサヒコ、うわーかっこいい。なんてかっこいいポケモンなんだ。水の力だ。あー弱い。うわ超えられた。誰。あーまあ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 ですね。どうしようかな。サイコキネスってどんぐらいかね。ああ、いけた。急所だからかもしれないけど、まさひこ金持ちだね。まさとまさご、まさひこ今ここ。最初の出発点のマサトはどっから来たんですかねっていう感じだけど、出発点のマサトの意味がわからん。この海岸はなんかの意味あるかね。あ、敵だ。お、浮気がある。結構強いねっていうか、こんなおちびでもこんな強いポケモン持ってるんかい。ロリコン大歓喜みたいなデザインしてますけど、ピカチュウ大好きです。ピカ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 、うわいっぱいいる予想以上にいっぱいいる。ネズミ屋敷だ。ウヒヒ、ピカチュウだらけでポケモンチャンピオン目指すぞ。なんかこいつはこいつでなんかそういう縛りプレイやってるんだろうな。なんかそこそこ伸びそう。ピカチュウだけで殿堂入り目指すみたいな。ピカチュウピカチュウ、ちょっと、敵？人間が混じってた。びっくりした。人間だったこいつ。びっくりした。なんかこいつ鳴き声おかしいなと思ったら人間だった。おじ
じいさんに軟禁されてた。冷凍パンチと試し切りしてみるか。どんなもんかなっていう。あ、やっぱタイプ1じゃないから効果抜群以外はあんま、普通に秘密の力とか恩返しの方がいいかな。ピカチュウ安い、金安い。ピカ、本物のピカチュウになるにはもっとし、本物のピカチュウになりたかったのか。なんか以前テレビで本物の猫になりたいおじさんみたいなの見たことがあるけど、大変怖かったよ。あとはよかった、全員ピカチュウで。私上の方通ってた方がよかったかな。夢を見たのだ。でっかい鉄砲を釣り上げたトレーナーさんが俺のところに来る。いや、すいません、ないです、ごめんなさい。電気を発せられるからだ。それもキルアとかみたいに電気を浴びないとまず。あ、野生フレッシュレモンになりたい。フレッシュレモンって概念がわからんけど何をどうやればフレッシュレモンなのか。野生倒してもあんま美味しくないな。やっぱ247だった。クイックオール、いらねえもん拾っちまったぜ。とりあえずこの釣り人系もまあおそらくトレーナーなような気がするけど、一旦無視してだね。上の方をとりあえず通ってみる。なんかアイテムとかもあると思うし。でもあんま木の実使ってないけどな俺。これはなんだ、大人のお姉さん。うわー、大人ですね。けばいな、大人のお姉さん。あ、でも耳ロップいいの持ってんじゃん。やべえ、負けそう。これもケタグリ対決になる。どっちのメスがいかにいい蹴りを入れられるかみたいな。お、こうやっていうのね、なんていうこうエッチーポケモンなんでしょうか。なんか相手高速移動しかしない。さすがにこれは負けんよ。メス同士だからメロメロボディも出ないしな。勝った、女の戦いを制した。ウサギのメス同士ってね、喧嘩しませんけどね。オス同士は喧嘩めっちゃするけど。ギリギリを攻めていかないと。お見合いメス対メス、それなかなかちょっとね、セクシャルマイノリティなお見合いですね。投げるのはモンスターボール。お前敵？敵じゃないのか。投げつけるなぁ、なんか、あんまりかなぁっていう印象。夜になるとなぜか興奮しちゃうんです。危ねえ、こいつ危ないんだ。三つはユリ展開好まない。ユリ展開好む人のが特殊なんじゃないの。むしろ好まない俺が特殊なんじゃなくて、ユリ展開ってそんな人気？今のやつ警官、警官でも夜になると興奮するのは危ない警官でしょ。いずれなんかやらかせよあいつ。警官のコスプレしてるやつかもしんないし。警官のコスプレってあれだっけ、コミケとかでは禁止なんだっけ。だからなんかこう
こち亀のなんかりょうさんのコスプレとかはなんかコミケの会場でやっちゃいけないとか、なんかそんなの聞いたことある。本物の警官とか警備員と紛らわしいからみたいな。すごいコンビだねこれ、ショタと屈強なおじさん。ゆりかはあんまり心のここは反応しない。まあだと思うよ。だからゆりもだから BL とかと一緒で、そういう層の人は好きなんじゃないっていうだけのもんかなっていう。別にみんながみんな好きなもんでもないかなっていう。警察の制服着て回ることじゃがいい方。ああ、じゃあコミケとかにかかわらずあれか、もうりょうさんとかそういうコスプレってダメなんだ。冷凍瓶持ってんのか、あいつ。あぶねえ。タマンタ倒しときな。タマンタってね、なんかかっこ意味深でつければ下ネタになれそうな名前ですね。椅子背もたれ欲しいな。背もたれ腰が凝る。これもやめとこう。なんか今なんかね、なんか下ネタが思いついたっていうか、一見ちょっと下ネタになんかあれしたけど、うん、ちょっとあんまり下ネタばっかり言いすぎてもあれなん、ちょっと、あ、下ネタ言いすぎるの良くないからね。あー、俺完全に同じ、今それ思ったの。風岡さんと全く同じこと思った。で、それを我慢したの、今。もう嫌。生きるのが辛い。いや、本当に俺、一瞬そう見えたの。俺、あんまりそういう作品とか読まないんだけど。なんかやっぱちょっと疲れてんのかな、 4時間13分も経つと船乗りが見えたんですよ、一瞬。それを言うかどうか迷ったんだけど、ちょっと下ネタ多いなと、ここ10分ぐらい。私とダブってか生きる、まあ、風岡さんとダブったというか、なんかこう下に空見したことが、下ネタがいけないっていうわけじゃないけど、下ネタばっかりになるとね、下ネタ放送になっちゃうじゃん。ポケモン放送じゃん。下ネタ放送ではないじゃないか。やっぱ下ネタ本当に言ったとしてもね、全体のなんか 0.何%とか、あんまりこう下ネタのイメージがつくと、それがかえってなんか後に自分を苦しめるというか、逆になんか下ネタ言わなきゃなーみたいな感じになって、辛いみたいな感じになる可能性が、やばい今日下ネタ言ってないから下ネタ言わないとみたいな、なんかこう毒舌キャラで出てきたから、なんか常に人の悪口言ってなきゃみたいな、そういうのって辛いじゃん。子供が見てる、どうですかね、ポケモンプラチナだと、もうなんだろうね、ポケモンプラチナを例えば小学生の時やったっていう人でも、もうそんなに子供っていう年じゃないんじゃないのかなと思いますけどね。もう10年ぐらい経ってるでしょこれって。てかインファイト全然聞いてねえ。インファイト不作かもしれない。まあ、わかんないけどね。俺なんか本当にポケモン直撃世代で、小学生の本当に低学年の時に、あのお母さん二なりって何、この単語どこで覚えたの、ビツビツ言って人が放送してやめてください。僕が言ってたんじゃなくて、風岡さんがコメントで打っただけです。でちょっと話戻しますね。あの僕なんかは
初代ポケモンがリアルタイムで遊んでる世代なんですけども、例えば小学生の時ポケモンルビーが発売しましたみたいな人って、ポケモンルビーやって面白かったからって、なんだろう、その前の世代をじゃあ遊んでみようってやったのかなって思って、ちょっとその辺が結構気になるのよ。前の世代ってやんのかなって。でもまあ俺も人生で初めてちゃんとやったドラクエってドラクエ7だと思うけど、7やった後に5とかやったしなっていう。あ、リメイクでな、俺もそうだな、5リメイクで結局やったしな。そうだね、わざわざ昔のなんかこうね、ゲームボーイでとかはないか、あんま。お兄ちゃんが持ってたからとかあるかもしんないけど、なんか赤毛の、お、ポケモントレーナー、ボールの中のポケモン強そうなのが伝わってくるぜ。おっと、自己紹介、俺の名前はオーバー、四天王か。なんで一回こっち見た。そうだな、君ならできるかもな。この町のジムリーダーだけさ、久しく手強い挑戦者が来ないからってポケモンジムの改造ばかり、挙句に停電だからタクシー屋が行けるぜ。君、熱いポケモン勝負であいつのハートをガンガンに燃やしてくれよ、頼むぜ。オーバー、お、港町、そしてポケモンリーグの玄関、はぁ、いよいよ来ましたな。アニポケで確か事務所やりたくないかって無料でバッチ配って、そうなの、いいね、俺もそのシステムでいいよ。まあ事務所を睨んでちょっとムカデを引き出しとくかな。本当は肉ゴリラで行きたいんだけどな。お留守番も可愛いから使いたいけどね。でけえなお前、ひときわでかいのが伝わってくる。苦いものが好き、ほう、はあ、素早さでもちょっと気持ち遅いね。これどうだろう、技微妙。あ、でもシャドウダイブ強えな普通に。シャドウダイブクソ強くねえか、守ってる。え、これ何、これ強すぎないか、120あって守ってても攻撃当たるって、これ禁止技でしょ。これ冷凍戦とかだと禁止でしょ。いや、伝説にしてもちょっと限度というものがあろうよ。ノーリスクじゃん、だってはっきり言って2ターンかかる。そう、 PP5 の技が多いからもうちょっと使い勝手のいいのがね、なんかあるといいかなって感じもするけどね。ただあいつ使う自体がもうちょっと反則的な部分もあるから、あいつはもうデフォ技でいいかな。あいつにさらに技マシンでうんたらかんたらとかはちょっと、それはちょっともうやりすぎでしょ。うわ、なんか人をこの狭い家に。地下通路で見つかる弾は宝石のようなもの、ブツブツ効果のいろんなものが手にある。あ、地下通路楽しいよな。ほんと俺もずっと化石掘っていたい。今日の放送もし早くクリアしたら永遠化石を掘りたいと思います。
こいつらなんか誰一人としてなんかいい情報は言わないな。渚氏は世界のシールイルド、なんだこれ、なにこれ、シール屋さん、欲しいシールなかったなって。タッチトイ好きなんですよ、広場ゲームいいんですよ。Wi-Fi とかそういう話やめてください。もうこの Nintendo DS のソフトは Wi-Fi に繋がらないんです。あーなんかいらない。いやもうこれチャラついた店で買い物するとか男のやることじゃねえ。どんなとこの工夫して暮らすようになるのがポケモンと人間なんだな。みかん、え、みかんってあのみかん、なんか金だか銀だかにいたみかんちゃん、それでも違う、たまたまみかん、あのみかんなんだ。へえ。こんなとこにいるんだ。この街なんだか落ち着くんです。海のそばで灯台があって、あ、この先ジムバッジを持ってないと途中で引き返すことになりますよ。すいません。あのみかんちゃんが、あのなんか電流が蜜みかんではなく蜜みかんではなくてか蜜みかんってなんだね。電流ちゃんが病気だからちょっとあなたとはバトルできないのみたいなことを言ってきたあの子でしょ。あら、かわいいトレーナーさんね。私、遠くで働いてる船乗り、もう、船乗りが、船乗りが別の言葉に見える。もう、やめてくれよ。船乗りの夫の帰りを待ってるのよ。たまに私にお話を聞かせてちょうだいな。明日が気が向いたら、ぜひ旅の話聞かせてね。はーい。引きずるわ。もう船乗りしばらく出てこないでほしい。まあ、船乗りの夫かと思って、ちょっともう女同士になるんですかねってもう完全に船乗りを別の方の言葉で使ってますけども、だからいいんじゃない、だから隠語として船乗りでもういいんじゃないかな。船乗りなら言いやすいでしょ。あの岩本当はポケモンなんじゃない？いや、なことはないんじゃないか。アイテムだ。お、雷の石。ドン引き。いや、わかった。ほらね、ドン引きする人もいるから。さあ。うん。まあ、ちょっと今日の下ネタちょっとじゃあ終わりで。今日も下ネタ終わりにします。ちょっと下ネタはもうちょっとラストオーダーです。下ネタもそんな言わないしな普段。ポケモントレーナー渚ジムへの挑戦者か、決めた。君が弱ければ俺はポケモンリーグで戦わせてもらうとしよう。ポケモンジムの改造終わったし、何よりポケモントレーナーとして痺れる勝負を望むからさ。信用超最強のジムリーダーとしての実力、余すことなく発揮する。あ、なんかフラグになってたんだ。なんか知らないうちにフラグを回収してたみたいな。これで覗けんのか。うわ、ぼやけてんな、なんか。双眼鏡から見える景色、俺大好きなんだよ。いつかポケモンと一緒に行ってみるんだ。灯台は俺らもう船乗りやめてくれよ。もう船乗り嫌い。下ネタとかやめてください。さてもうジム行くか。ジムどこだまた船乗りがいるしな確かに話しかけた俺が悪いのかもしれない。え、マジジムどこにあるの。でも
おう。あ、本当だ。ゴンベみたいな形してる。こっち違ったよな。ジムってなんかもっとデカデカと目、あ、ここだ。デンジ。デンジマンっていなかったっけ？そんなヒーロー。お、君か。あいつ帰ってきたぜ。なんだか少し嬉しそうだったな。もしかしたら見ただけで君の実力見抜いてワクワクしてるかもな。そして頼むで、あいつのハートに火をつけるほどの熱いポケモン勝負な。じゃあな、ポケモンリーグで待ってるぜ。なんかあの人は世話焼きっぽいキャラなのかな。なんかいきなりなんかバチ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 ヤバそうなのが。おー、スミラルチャンピオン、トレーナーケースのバッチのカードを見せてもらうぜ。ヒーフミ、おー、7つあんのか。ということで、ここのジムリーダーに勝てばいよいよポケモンリーグだな。最後のアドバイス、こうして聞いてくれ。電気タイプの使い手、あとはお前次第だ。デンジマン、いや僕もよくわかんない。でもデンジマンってヒーローいなかったっけなーって、なんか淡い記憶で。マジでどうしようかな、穴を掘る、どうしようかな、覚えさせようかな、迷うな。穴を掘るを覚えさせるかどうかが、穴を掘るを覚えさせるかどうか問題。まず誰が覚えるのか問題もあるけど、1980年の作品。あ、じゃあもう本当に名前だけなんか聞いたことあるだけですね。多分もうビジュアルとか全く分かんないと思う。80年クソほど前じゃないか。化け物とかどうだろう。あ、でも化け物どうせ覚えても使えねえわ。どうせな、お餅に穴を掘る覚えさせるかどうかだな。秘密の力とどうしよっかな。秘密の力意外となでもない、役に立ってるんだよね。ちょっとしばらく穴を掘る覚えないで頑張ってみるかな。使う場所で追加効果が変化するっていうのがちょっとね役に立つんだよな。バッチはね磨かずにいきますけど、じゃあこれで4時間半か。あとこの枠が1時間半で、でプラス2時間あるから、どうだろうね。まだ微妙っちゃ微妙なラインですね。まあ行くしかないわ。まあこのジムムカデもいるしな、普通に。あ、ムカデを守り小判でいいんじゃないか。ジム戦終わったらバッチ、うん、じゃあ殿堂入りしたらバッチ磨くわ。